中山は兵庫県宝塚市にある標高478メートルの山である。付近に位置するあたご山、長尾山と合わせて称される長尾連山、別名中山連山の手法である。連山最高峰の山である。一般的に中山最高峰を目指すコースは、という二つのコースがあるが、中山駅、最高峰、山本駅というように、両コースを通るのが、 一般的である。また途中にはといった歴史的に価値の高い建物、自然景勝地などがある。なお、阪急電鉄清志工人駅から清志工人清澄寺を経由し、最高峰を目指すコースもある。中山寺から目指すコースでは、奥の院までに超石が点在し、古いもので江戸時代のものまであり、歴史価値が高い。現存しているもので18兆以上ある。 また、メオトイワといった観光名所があり、登山道中にあるメオトイワ園地からは、天気が良い日に、伊丹空港まで見渡せる。最高峰を目指すコースは、中山寺から奥の院を経て、さらに延長した登山道を歩かなければならない。山頂は、こじんまりした広場であり、雑木林に囲まれており、北側以外は展望は、開けない。このコースは、 山本駅から西明寺滝の分岐を経て、最高峰を目指すコースである。途中では、急な岩場がある。また、紛らわしい小道もあり、登山初心者は道に迷いやすいかもしれない。中山寺コースよりも距離が長いため初心者には少し、不向きである。山本駅から北条時よりが好んで訪れたという、西明寺滝の分岐を通り、鉄道家広場、昇級継承経路し、 中山最高峰へとたどり着く。中山寺、奥の院天宮つかめよといは園地からの景色、最高峰は小んまりとした広場となっており、三角点が備えられている。そこからは、野瀬妙県山などが見渡せる。また最高峰から十万辻、大峰山、長谷渡る山を経て、武田大温泉へと下っていくコースもある。中山の名称として、 中山最高峰、あるいは三山,山の中央にある山であるから、中山という名称がついたと言われている。宝塚市の概要、一関西日帰り山歩きベスト100実用の日本社発行より、ISBN 978から4から408001586宝塚市の地元民は、長尾連山とは言わず、中山連山と呼称することが多い。ありがとうございます。